N1 が12時をお知らせします。お昼の12時になりました。 NAC5 をお聞きの皆さん、こんにちは。 ABCG の戸塚翔太です。河合文人です。五関晃一です。今週は戸塚、河合、五関、この3人でお送りします。お願いします。さあ、もう夏ですけども、はいはい、今年の夏の暑さ、はい、これもうゴジラ級だね。うんと、やばいよ。異常だよ、異常。異常ですよ、半端じゃないっすよ。半端ないよ。あの今舞台中じゃん、うん、で舞台のさ、やっぱ劇場の中は涼しいじゃん最初、はい、うん、建物の中はね、うん、中は涼しいんだけど、うん、でもやっぱ外が暑いからなのか、汗の量がさ、うん、めちゃめちゃすごいね、もうダックダック、うん、いやもう関係あるよそれは。今年あれでしょ、国内最高気温が埼玉県熊谷市で、うん、ね、41.1 度、すごい数字叩き出したね。だってお風呂みたいなもんだからね。そうだよ、温度的には、ね、結構暑いっすよ。そう、41度、めっちゃ暑い。外で働いてる方たちとか大変だろうね、うんうん、本当にね、気をつけてほしいですけども、ね、ないよ、呼吸してほしいですよ、はい、なんかやってますか、暑さ対策とか。うん、俺ね、暑さ対策してるんですよ。おお、寝るときに。ほいほい。で、俺はあるんで先に五席しゃべる、はい。ある、フミトはもうあると。僕はありますから。どうですか。俺はね、水浴びぐらいかな。水浴び、風呂上がり、上がる前に水浴びて最後の締めで、うん、やっぱ風呂上がりどうしても汗かくじゃん、はい、あれがあんまり好きじゃないので、せっかくクリアになったのにまたっていう。そうそうそう、そう、水浴びてちょっと冷やして、うん、拭き切る前にバスタオルでバサバサします、体。バサバサ、そう、体に当ててこう、バスタオルを、バスタオルを風を当ててこうやって。あ、もうだいぶそのやり方が昭和だよ。昭和、昭和。もうちょっと楽なやり方。そうそう、絶対あるでしょ。部屋をちょっと冷やしといて、風を当てるとかさ。浴びて、そう、あのね、わがままなんですよ僕は、うん、わがまま。そう、キンキンに冷やしとくのも嫌なの、部屋を、うん、いい感じに冷やせばいい、うん、温度調節頑張ればいいだけじゃないですか。扇風機するとかさ、うん、なんなのその、バサバサなんですよ、平成最後の夏にその昭和の話、うん、いいじゃない、結局そういうのがいいんだって一番。なるほどね、水浴びの光一ということですけども。水浴びの光一です。全然おしゃれじゃない。あ、ほんと、おしゃれなのある。全然おしゃれじゃない。あ、おしゃれなことしてますか。僕寝るとき、まあ、ヒヤリマット敷いてるんだけど。敷いてるんだね。これもね、まあ、結構やっぱ限界というか、うん、もちろんひんやりするんだよ、うん、でも今年異常だから、はい、自分の体温も高いから、うん、結構その冷やしきれない部分もあるの、うん、だから俺ちょっとこれ鼻から感じさせる冷やし方、うん、すっきりさせる鼻から、であのユーカリのアロマオイルでさ、うん、あの加湿器みたいな、うんうん、はい、はい、分かる分かる。なんていうんだっけ、ビューザーじゃなくてアロマビューザーみたいな、なんだっけ、名前全然分かんないです。ディフューザー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 、うん、でユーカリの香りを感じながら、それをそのユーカリの香りが出てくる横に扇風機を置いて、うん、その香りをいっぱい飛ばすのよ。はあ、そうするとね、鼻がスーッとしてちょっと涼しい気分になるっていう、はいはいはい、こういうおしゃれな話で、ああ、ちょっとシャレオツだわ。でしょ、うん、体感できるからね、うん、このスー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 する感じを。そう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 、ディフューザーはおしゃれオツだわ。そうそうそう、おしゃれです。ディフューザーです。いいですね。トツも何かありますか。僕はもうね、本当にもう大したことないです。寝るときは、うん、もうね、諦めた、エアコンをつけないっていうのは。なんかずーっと言ってたよね。だからもう、うん、今年はもう無理だと思ってエアコンつけてる、ね、つけた方がいい。29度で、うん、風量は静か。うわ、そう、分かる分かる。これでやってます、はい、でも毎年冷房エアコンつけてなかったから29度で、うん、弱でもかなり結構いい感じです。涼しく感じるんだ。29度でも、まあいいね、エコだね、うん、やってますよ。ますね、でもね、本当にあの今年の夏はね、暑さ異常なんで、うん、本当にリスナーの皆さん、あの絶対無理しないで、うん、あのしっかり水分こまめにとって、休憩もね、あの休んでください。しっかり、うん、気をつけてくださいね。お願いします。さあ、そして今回はですね、我々の5枚目のニューシングル「ジョイした気持ちも」も、この番組で初オンエアするので。来ました、ありがとうございます。そちらの方もね、いいね、暑いね、楽しみにしててください。この番組も暑いね。暑いよ、盛り上がっていきましょう。いい、うん、ということで ABCG555 今週もアクロバティックトークを繰り広げちゃいますよ。 ABCG555
79.5 ナックファイブから ABCG がお送りしている ABCG 555。まずは番組に届いたメッセージを紹介します。よっしゃ、いきます。東京都府中市黒夏10代の女性からいただきました、うん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。私は8月からカナダへ留学に行ってきます。いいね。そこで河合くんに質問です。私、うん、最近のハマっている手料理があれば教えていただきたいですということですけれども、ちょっと唐突だな。どういうこと？海外に行くということで、はいはい、ちょっと日本が恋しくなるから、あ、そういうことね、みたいなことなんじゃないですか。向こうで作ったりとか食べたり向こうでしたいから、はい、ハマってる手料理、私の、うん、これめちゃくちゃ簡単だから多分できると思う。いいんじゃない、うん、卵って絶対どこでもあるじゃん、うん、はい、ゆで卵料理って言うんですか？違う、ここからなんです。あ、あるんだ。ゆで卵作って、うん、作ってそのジップする袋あるじゃん、うん、はい、あん中にポン酢と生姜、うん、すった生姜、うん、まあ今チューブもいっぱいあるから、はいはい、チューブの生姜入れて、うん、卵をつけといくだけで、うん、あの味玉になる。へえ。でポン酢でと生姜だから結構さっぱりするから、そう、まあ1日つけなくても浸かるんだけど、うん、1日つけたらもうかなり美味しく、1日もつけなくても大丈夫かな。夜作って朝食べるでも十分味が美味しい。その味玉はちょっと食べてみたい、ね、そう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 。で生姜だからね、日本を感じられると思うし、うん、すんげえ簡単だと思いますよ。いや、これいいと思う、これはいいと思う、めちゃめちゃいいアドバイスしたでしょ、うんうん、卵はすごい栄養高いし、そうそうそう、俺めちゃめちゃいいアドバイスしたから、うん、お金ちょうだい。お金つっておきゃあかんねえよ。さあ続いていきますよ、はい、埼玉県川越市チャモさん10代女性からいただきました、はい、ジョイポリスとのコラボおめでとうございます。ありがとう、ありがとうございます。私はジョイポリスにまだ行ったことがなかったのでこれを機に行ってみます、うん、皆さんのおすすめするものや見どころがあれば教えてください。ほう、うん、まあ、なんといってもあれだよね、目玉はプロジェクションマッピングで見れる僕たちのショーというかスペシャルライブね、スペシャルライブ、うん、あれ何画面あんの？なんかいっぱいあるよね。変わったね。4つ5つぐらい、上と真ん中と左右とね、うん、いろんなとこにこう ABCG が登場して、うん、そう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 、ザ・ ABC5 スターズとジョイしたい気持ち、うん、はい、2曲連続で聴けますから。そうなんです、なかなかこれはまず見どころだよね、うん、あとここまでかってぐらいアトラクション、いろんなアトラクションに僕たち関わってます。はい、声だったりね、うん、あの映像もそうだし、曲も十何曲かかるんだよね、 ABCG のね、かかります曲が ね、アトラクションに乗ってる最中とかにかかるんですよ。そう、本当におすすめ。あとフードとか飲み物もそうだし、うんうん、僕たちのコラボした飲み物とかフードを出してもらってるから、はいはい、少なくとも半日はいてほしい。だからある意味その ABCG を知らない人もジョイポリスってもちろん行くわけ、うん、もちろんですよ。でそういう人でもやっぱそのね、食べ物とか頼むときに ABCG に関わった名前の商品を、はい、そうそうそう、うん、頼むわけだから、アルバム名とかうまくかけてくれてるんですよ。スターラインパスタとか、うん、そういっぱいあったよね、うん、だ幅広くこう知っていただけたら、うん、ABCG や ABCG ファンにもすごいいい流れなんじゃないかな、うん、ね、ありがたいことです、うん、は行ってみてください、お願いします、うん、ということで毎週たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。さあそれではここで1曲いきましょう、うん、そのジョイポリスとのタイアップ曲ですよ、はい、うん、いきます。8月29日発売の5枚目のシングルABCD でジョイしたい気持ち。今しかできないこと楽しんでこうよ。 Hey トマソンなんで OK、 Let's joy Enjoy、 Let's joy。 休日の待ち合わせなんて時間通りじゃなくていいんだから、そんな決まっそうな顔はしないで、それも含めて全部化け
さあこの新曲ジョイしたい気持ちへのメッセージもたくさんいただいてます。ありがとうございます。東京都八王子市シエさん10代女性からいただきました。新曲ジョイしたい気持ち発売決定おめでとうございます。ありがとう。作曲した方がフレンズの広瀬さんと知って、うん、ABCG とフレンズの曲が大好きな私にとってはものすごく嬉しかったです。どんな曲になっているかとてもワクワクしています。結成10周年これからもずっとついていきます。嬉しいですね。今流れてるこの曲だよ。どんな曲なんだろう、この曲です。広瀬さんに作ってもらいましたよ、ね、なんかツイッターの方でもね、広瀬さんからお知らせして書いてくれたみたいですよ、作曲しました、ね、ちょうどいいですよ。8月29日の10周年の日に、結成の日に発売ですからね、これ思い出の曲になるんじゃないですか、明るくて元気になる曲だし、ね、というわけで ABCG のチョイスした気持ちは8月29日に発売ですのでよろしくお願いします。お願いします。 ABCG オンオンオン、ナックファイブから ABCG がお届けしている ABCG 555、今週は戸塚翔太と河合文人と五関光一でお送りしています。ここからは夏休みだけに、埼玉について自由研究するこちらのコーナー、教えて埼玉クイズ。ナックファイブのあるここ埼玉県をもっと知るために僕らが埼玉にまつわるクイズに挑戦するコーナーです。久々、やっていきましょう。今回は全3問のクイズに挑戦し、2問正解で合格、不合格の場合はエンディングで厳しい修行を受けなくてはなりません。これ前回何ヶ月前、結構前だよね、結構前じゃない、ね、その時ダメだったよね、ダメだった、航空公演とか出てきた時だね。そう結構コアなところも出てくると思うので、やっていきましょう、リスナーの皆さんもね、一緒に考えながら聞いてみてください。それでは第1問、はい、私河合が読みます。埼玉県所沢市ミキプーさん20代女性のメッセージからの問題です。埼玉県の所沢市が舞台の一つになったとされるスタジオジブリの作品は何でしょう。三択です。はいはいはい。1、崖の上のポニョ。ああ、はいはいはい。2、紅の豚。3、隣のトトロ。これ三択か。三択だったらもう分かっちゃうよ、これ。分かっちゃうよね。これはね、もう世界観がやっぱり。そうだよね。紅の豚はまず違うじゃないですか。そうね。で、ポニョも、ポニョ。ちょっと違うよね。ちょっと違う。だって、ちょっと違う。確かに、この三択はそうだね。いや、でも分かんないです。もしかしたら。分かんないよね。紅の豚かもしれない。そう、紅のパターンもあるからね、どこかのシーンでかもしれないしね。私逆にトトロはどこよって話だから、まあ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 、そうそうそう、まあまあまあ、そうなっちゃうでしょ。山のイメージだな、なんか。あれまあ、そう、あれかな。さあ、じゃあ、じゃあ五関さんか戸塚さん、じゃあトツ答えていただきましょう。隣のトトロ。この三択はわかるわ。これちょっとね、出題してくれた方がすごい優しい。優しい、ね。なんかこう、逆にありがとう。まあこれはちょっと、1問目はちょっと簡単だったね。ありがとう、ありがとう。ジャブで来てくれてありがとう。ありがとう。じゃ続いて取っていきましょうか。はい、いきましょう。第2問です。はい。埼玉県富士見野市、花ペンタスさん、50代女性からのメッセージです。問題です。いきます。はい。ABCG のライブが開催される埼玉県の大宮ソニックシティホール。空から見ると何に見えるでしょう。ああ、これ聞いたことある。これも3択です。はい。1、ピアノ。2、バイオリン。3、トランペット。ということですけどね。これ聞いたことあるな。全て楽器ですけど、ね。なんかその大宮ソニックシティホールの最初の由来がそういうもんじゃないの。あれやってた場所の理由が。なんか聞いたことあるな、でもこれ。ピアノ、バイオリン、トランペット。想像したらわかるよ、でも。これだってさ、上からピアノ見てもわかんなくない？わかるか？わかる。こういうことだよね。わかるわかる。わかるか？うん。そうだね。ピアノ、バイオリン。あ、でも形的に。形的に考える。そうだよね。形的に。タイムアップですけども。ちょっと五関くんの顔を見るとちょっとね、悩ましげな顔しててね、ちょっとこう、眉間にシワ寄っててね、ちょっと難しそうな表情してるんで、ちょっとここは、
ふみとでお願いします。はい。いきます。1番、ピアノ。おーい、わー、すげえすげえすげえ。よしよしよし。これですよ。はい、写真が。あ、ほんとだ。ピアノだね。ほんとだね。うん、へぇ、こんなになんか大きいんだね。ね、これはね、うん、設計の段階から、うん、もうグランドピアノっていうのを意識して建てられたそうですよ。そのライブ会場というか、まあ、コンサートホールということで、ね、詳細は なんか不明みたいですけれども意識して建てられたそうです。上から見てみたいな、うん、これちなみにね、ソニックシティ、大宮ソニックシティはナックファイブと同い年なので今年30歳みたいですよ。俺の1個下だ、後輩だ。そうだ、大宮ソニックシティホール後輩だわ。なるほど。ピアノ。よかったよかった。おしゃれだね。うん、こういうのいいね。なんか、ピアノの中でライブやってるって思うと、ちょっとワクワクするね。うん、意識しちゃおうかな、ちょっと。ピアノ弾いちゃおうか。お楽しみに、皆さん。うん、見に来られる方は。さあ、ラスト、3問目。おぉ、3問いっちゃおうよ。いっちゃおう。当てちゃおう。茨城県、よっちさん30代女性の方からのメッセージからの問題です。はい。埼玉県加須市の北川辺で売っているお米の相性は何でしょう？1. メロディー米 2. リズム米 3. ハーモニー米3つ1番メロディー、これ結果的に俺が答えんだよね。あ、でも誰でもいいのか。うん、でこれ俺わかるわ。マジ？うん、お1メロディー、俺リズム、お米好きだからね。3ハーモニー、お米好き？はい、まあ、これは正解していきたいからね。お米こだわって買う時もあるからね。うん、そうね、これはまあまあ、言ってる、言ってる、言ってる。どうします？じゃあこれ河合さんに任せちゃっていいですか？わかんないね。任せてごらん。オッケー、じゃあ河合さんお願いします。3、ハーモニー米。おぉ、あれ嘘、右手めちゃめちゃ上げてますけど。え、嘘嘘、ほんと？あ、リズム米か。答え。はい。え、ちげんだ。1、メロディー米。マジか。北川辺さんのコシヒカリのことをメロディー米と呼んでいます、はあ、お米を作るには定期的に田んぼに水を供給するのが大切、はいはいはい、この地域では夕方頃に流れる音楽のタイミングで水を加えていたことからメロディー米と呼ばれるようになりました。いや、その、帰るチャイムみたいなことということだよね。あ、それと同じタイミングで水を加えていたことからだそうです。あ、でもハーモニー米ってどっかにあるよね。あるある。俺もこれかなと思った。聞いたことあるよね。ハーモニー米絶対あるよ。俺も3番かと思ってたわ。ちなみに僕が好きなのは富山県のミルキークイーンね。あ、ミルキークイーンね。富山県のミルキークイーンが美味しい。へぇ。炊いた後がね、すごいいいね。こだわってるなぁ。こだわりありますね。でもさ、はい。2問正解したよね。あ、2問正解しましたね。僕ら、2問正解しました。はい。すべてのクイズが終了しました。はいはい、クイズ出題してくれた方、ありがとうございます。ありがとうございます。正解数は3問中2問、うん、ということで、合格です。やったー！だいぶ助けられた感があるんですけど。あ、だからもうこれ2問当たったところでもう決まってたんだ。うん、そうだね。よかったよかった。いや、すごい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 。ありがとうございます。やったね。埼玉がだんだん分かってくるようになってきたじゃん。俺たちメロディー米覚えました。メロディー米ありがとうございます。というわけでこのコーナーではあなたから埼玉にまつわるクイズをお待ちしております。以上、教えて埼玉クイズでした。ABCG がナックファイブからお送りしてきた ABCG ゴーゴーファイブエンディングです。よっしゃ、初じゃん。合格しましたね。うん、合格したよ。初なんですよ、埼玉クイズで初めての合格、はい、今度はだからね、全問正解目指そうよね。そうだね、これは今度も全問正解で合格あぐらいのハードル上げちゃって、それぐらいでいかないとね、はい、でもそしたら1問間違えた時点で正解終わりになるからね。それぐらいの気持ちでいきましょうよ。ああ、さあ、というわけでこの番組ではね、あなたからのメッセージお待ちしております。 NAC5 のホームページまたはモバイルサイトのナウオンエアの中にある各メッセージフォームからご参加ください。
メッセージをご紹介させていただいた方全員に番組オリジナルステッカーをプレゼントします。はい、ここでエビちゃんインフォメーションよ。さあ、僕たち ABCD のですね、結成10周年記念日の8月29日に5枚目のシングル「ジョイしたい気持ち」をリリースします。はい、ありがとうございます。先ほども流しましたからね。はい、そして同じ日8月29日に ABC ザ・ジャニーズ伝説2017の DVD ブルーレイも発売します。お願いします。これもう毎年 ABCG がやらせていただいてる舞台 ABC ザ、はい、のジャニーズ伝説という去年やってたんですね。はい、そうなんですよ。まあ、ぜひ見てほしい、うん、ジャニーズの歴史を分かりますからね。スタートが分かるからね、うん、見てください。さあ、東京ジョイポリスとのコラボイベント、うん、ABCD5 スターズサーカスインジョイポリス開催中でございます。これすごいよ。これ面白いですからね。今年の夏はやっぱ暑いから、うん、その室内で遊べるっていうのがね、安全だしね。ぜひ行ってくださいね。思いっきり楽しんでください。プリクラも撮れるからね。そうなんですよ ABCD、うん、盛りだくさんです。さあ、そして8月といえば ABCD2018 ラブバトルツアーの後半戦がスタートしますよ。よ8月1日の福岡から始まり、8月14、15で東京国際フォーラム A と、そしてラスト9月3日、4日は埼玉県の大宮ソニックシティホールです。ピアノの中でやります。グランドピアノの中で、はい、楽しみラストを飾らせていただきます。こちらもよろしくお願いします。さあ、そして、私戸塚翔太出演のドラマ東京エイリアンブラザーズが絶賛放送中です。日本テレビ系で毎週月曜日の深夜の0時59分から平成ジャンプのね、伊野尾圭君と、うん、ケイちゃんとね、昨日ちゃんと一緒に出演中です。いろんな呼び名ある、はい、うん、今週から始まったのか。もう始まってますよ、ね、これ本当にどん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 面白くなってくるんで、ぜひたくさんの人に見てほしいです。なんか今までにない新感覚な、すごいね、中毒性のある癖になるドラマだと思います。はい、行きましょう、うん。さあ、そして河合橋本ダブル主演のコインロッカーベイビーズ東京公演は明日まででございます、うんうん、もうあっという間に終わりますね。早いね、うん、今日はこの後、1時からと6時から参りますので、うん、ぜひ楽しみにしていてください。お願いします。その他 ABCZ の最新情報はオフィシャルサイトをチェックしてください。この後は再び大野聖太郎さんの楽園ラジオパワー全開です。大野さん、うん、何か大野さんは暑さ対策をしていますか。おすすめのがあればぜひ教えてください。この後もよろしくお願いします。というわけで、ここまでのお相手は戸塚翔太と澤井文人と五関晃一 ABCG でした。バイバイ。バイバイ。ボイボイ。熱中症気をつけて。夏が来たぜ ABCG555。 あのね、冷房病でね、やや体調を崩した私は、暑さについては現時点では何も申し上げることはありません。